キーアン・イーガンキーアン・イーガン1980年4月29日イ、アイルランドスライゴ出身の歌手人気グループウエストライフのメンバー生まれ故郷であるスライゴで高校を卒業しパンクロックグループの一員としてそしてグループ IOU のメンバーとして活躍したここで後にウエストライフを共に結成することになるシェーン・フィランマーク・フィリーと出会う 多数の楽器をこなせ、主にギターを得意としており、コンサートなどではたびたび披露している。お気に入りのバンドとして、メタリカも挙げている。趣味はサーフィンで、休日はビーチで過ごすことが多い。ウエストライフでは、バックコーラスを担当することが多く、ソロパートは、ほとんどない。しかし、メンバーであったブライアン・マックファーゲンが脱退して5人から4人になってからは、 ソロパートを受け持つことが多くなった。2012年からは、ザ・ボイス・オブ・アイルランドのコーチを務めている。2014年にソロデビュー。3ヶ月という短期間で制作を強いられたイーガンは、ファーストアルバムホームをリリース。ソロデビューとしては、まずまずなセールスを記録し、現在は2015年のリリースを目指して、セカンドアルバムを制作中。ファーストアルバムは、 お気に入りの10曲をカバーしたものであるが、セカンドアルバムはオリジナル曲になるだろうと本人は公言している。なお、ファーストアルバムはウエストライフから遠くないことをやっていると言っていたが、ファーストアルバムについてはウエストライフからかけ離れたものになると断言すると、同時にチャートインしなくても気にしないとも述べている。2007年12月25日に以前から交際していた。 イギリスの女優ジョディ・アルバートと婚約。2009年5月8日に結婚する。2011年12月20日に第1種となる男児が誕生する。コアと命名。コアはハワイ語であり、勇敢なという意味を持っている。2015年5月21日に第2種となる男児が誕生する。ジーキーと命名。2017年3月30日に 第三子を授かったことをインスタグラムにて報告した。2017年9月29日に第三子となる男児が誕生する。コビーと命名。ありがとうございます。